エアン賞は、マッキンゼイカンパニー、日本支社社長、カンボジア出身。専門分野は、グローバリゼーション戦略など。九百六十二年、シアヌーク政権下のカンボジアに、木材貿易を営む裕福な家庭の六男三女の七番目に、生まれる。しかし、内戦のた試し算は底をつき、学校も閉鎖に追い込まれたが、国土や家を破壊することはできても精神は、 壊すことはできないという信念から、ろうそくの光を頼りに毎晩本を読んだという。1976年、14歳の時に、一家で難民として、フランスに渡った。グランゼコールの一つ、エセック経済商科大学院大学に入学した。進学後もレストランの皿洗いや、農業の収穫作業を手伝うなど様々な仕事を、経験している。また、大学では、 MBA を取得している。その後日本で1年ほど電子部品製造工場で働き、タイのバンコク、香港などで約6年間ビジネスに携わる。1989年にマッキン税入社、パリッシャではディレクターを務める。来日は大学の卒業生がこぞってアメリカを目指す中、当時世界的ベストセラーになっていたエズラ・ボーゲル米。ベー ハーバード大学教授著『ジャパンワーズナンバーワンに書かれている日本を知ろうと思ったことがきっかけだった。2006年7月、マッキンゼー日本支社の社長に就任し現職。平均睡眠時間4時間の中、現在でも1年に1度はカンボジアを訪れて、職業訓練などの支援を続けているという。フランスに渡る前、一旦一家はタイに逃れつつ、 両親を亡くした子供たちを養子にしていったため、最終的に兄弟が13人になっていたという、ありがとうございます。